世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。作っていきたいところですよね。そうですね、やはり世界3位のカットマンペアとですね、はい、あとインターハイ三冠王の横井選手もこの後出てきますので、はいはい、なんとか開幕戦勝ちたいと思ってますよね、はい、さあ大きな拍手が沸き起こりました。大田区総合体育館です。ワンゲームオール、この第3ゲームで決着がつきます。 6-6 からです。変化をつけてきたんですが、今森さくら吠えます。こちら橋本、チキータをさせないように、はい、橋本選手が長いサービス出したんですね、はい、佐藤選手しっかり攻撃したんですけれども、森選手が落ち着いてますね、はい、しっかりこの長崎を森が支えています。ここはミス、わーっとボールが浮いてしまいました。最後のボールですね、カットボール、はい、非常に深くて切れてました、はい、打ちにくいですね。さあこのあたりは本当にそのカットマン対策も当然やってきたとは思うんですが、世界最強のペアです。さあここで8-7としました九州アスティーダです。ここでタイムアウトですね、はい、今のラリーも日本生命ペアが攻撃しているんですね、はい、ラリーの主導権を握っていたんですけれども、はい、ここでつっついて少し休憩したボールを佐藤選手が攻撃に転じたので、はい、日本生命としては取りたかった一本だったんですけれども、はい、ここでレースを取られたというところのタイムアウトを取りました。佐藤選手の攻撃が非常に今のところいいですね、入ってます。日本生命のタイムアウト、そしてこちらは九州アスティーダのベンチです。日本生命は今年から木下アビエルからこの長崎が入りました。そしてキャプテンの森と初めてのペアを組みます。ただあの外国人の外国籍の選手が今年はまあコロナの影響もあってなかなかその入国できないということもあって、逆に日本生命の方はしっかりこう日本人のプレーヤーで、まあ、このシーズンに向けて練習を積んできました。やはり日本生命レッドエルフのいいところとか、はい、やはりジュニアアシスト卓球アカデミーですね、はい、中学生高校生の選手と一緒にですね練習であったりこう住んでますので、はい、まあ、そういったいい環境があるのでやはりチーム力は高いと思います。さあここは第3ゲームは 6-6 からデュースはあります。現在8-7、ワンポイント九州アスティーダリードしています。追いつきました。今のボールも長崎選手のバック側に集まっているんですね、はい、そうすると長崎選手は森選手がいないので、はい、思い切って攻撃できてますね。非常にいい形で今日は2人の空間認識といいますか、はい、はい、できています。右左のペアになります。ここは積極的に攻めていったんですが、はい、今いいボールだったんですけれども、はい、長崎選手のいるところ、そして長崎選手はバックは強いので、はい、しっかりとブロックできましたね。いや、何かこう両チームのこの開幕にかける思い表情からも伝わってきます、はい、緊張感漂ってますね、はい。ラインオールです。横上回転サービス勝負に行きました、はい、佐藤選手バウンドしてからボールが跳ね上がっているので、はい、これはやはりなかなか対処できないもんですか、はい、ラケットが上から押さえないといけないので、はいはい、非常にいいサービスでした。ラインオールです、はい、
森のサービス。さあここは両者が吠えました。森も長崎も吠えました。少し浅いボールをですねドライブしてボールが浮きました、はい、非常にいいボールですね。攻撃でした。さあ日本生命第一マッチダブルスマッチポイントを迎えました森長崎ペアです。さあ10オール橋本選手思い切って長崎選手のフォアサイドに行きました。やはりバック側にレシーブしてしまうと長崎選手の回り込みドライブがあるので、はい、今コースを変えました。橋本ここは積極的に行きました。いいですね佐藤選手の攻撃、はい、こういった度胸の良さもありますね佐藤選手。いい形での佐藤ひとみの仕掛けどころでした。さあマッチポイント九州アスティーダ。ここはまた追いつきます。第一マッチの第三ゲームはデュースがあります。いやですから最終この第3ゲーム本当決着つかないですね。はいそうですね。両ペアとも自信持ってプレーしてますね、はい、佐藤プルイレブンどんまいどんまい。ここの表情はちょっと今どんまいどんまいという声がありましたが、そうですね少し長めのサービス勝負かけたんですね、はい、こういったところがあるから卓球というのは本当怖いですよね、はい、一歩の怖さですね。さあそして日本生命の方がマッチポイントを迎えます。すいません。大きな拍手が館内から沸き起こりまして、第一マッチは日本生命が取りました。世界のカップマンペア世界第3位の佐藤橋本森さくら長崎という D リーグ初めてのペアが破りました。森さくら長崎リーグペアが取ってゲームカウント2対1。この第1マッチも非常に白熱していい試合だったと思います、はい、実績ある世界3位のカットマンペアだったんですけれども、はい、やはり3ゲームマッチというところ1本D リーグ2021-22シーズンの開幕戦第1マッチは日本生命が取りました。